どうも、新宿カーボーイ金清です。伊沢です。新宿カーボーイの中年の市長でございます。はい、いや、いろいろ今調べてますけど、ね、帰り方ね、東京までの帰り方、ちょっとね、新幹線がね、静岡の大雨でね、止まってて、今兵庫県の西宮にいるんですけどね、新大阪から帰れないんですよ、はい、一応サンダーバード乗って金沢行って、はい、金沢から東京に帰るっていう方法なんですが、はい、ただいま遅れが発生しておりますっていうね、なるほど、状況なんで、そのサンダーバード自体、サンダーバードが走ってる線が、なるほどね、でこれもまともに行くかどうかは、ただ金沢行けば多分、でも金沢の方に多分抜けてるから台風が、ああ、逆に今度そっちがダメになる、そっちがダメになる可能性もあるよね。あ、そうね、そう考えたらもう発砲さらにね、もう泳いで帰るしかないよ。いや、でまあ一応今は切符は大丈夫。いやー、どうしよう、悩みどころですよね、こういうのはね。これどうしよっかな、いやー、これ復旧しなかったらな、だって復旧しなかったらっつっても多分全席自由席になると思うのよ、あのグリーン車以外は、みんな帰れてないわけでしょ、なんだったら昨日帰れないから今日って言ってる人もいるわけでしょ、はい、とんでもないぎゅうぎゅう詰めの新幹線になるのはもう間違いない、まあ 目に見えてね、目に見えてるね、バスで帰ろうかな、深夜バス、もう、もう安心して過ごせばできるよね、もうそのバスの時間まで、別にちょっとしんどいけどな、いやだからどうするかよね、そのしんどさはまあしょうがないけど、それこそ本当に普通列車で帰った方が鈍行でね、いや、もうでも本当に今出発しないと多分行けないよ、ね、だってサンダーバードでも結構ギリギリだからね、6時間かかってるからね、いやなるほど、本当に待つかね、うん、一か八かね、一か八か、厳しいですね、これは厳しいです、こんな天気のにね、天気のにね、変な感じだよ、帰れないって、運転を見合わせていると、名古屋駅で対応大混雑しますよ、名古屋駅は、あ、いや、これはどうですか、いやどうしよう、もうサウナでも行って深夜バスの時間まで過ごすとか、そうね、なるほどね、まあ本当だからこれ撮ってる場合じゃないですよ、マジでこんな10分確かに撮ってるけど、そうそう、こんなところでぼーっとしてんだったら多分行動した方がいい、うん、行動した方がいいね、行動しましょうよ、うん、じゃあすいません今日ちょっと短いですけどちょっと行動しないとダメなんで、こっちも、はい、新宿カーボーイ動きます、はい、はい、ありがとうございました、え、だって動くんでしょ今から、だから新宿カーボーイ動きますって言ったんですよ、動きます、私は甲子園に行きます、甲子園は行くんですね、甲子園は行っちゃいます、わかりました、はい、ありがとうございました、じゃあありがとうございました。